スコット・エル・ポラードは、アメリカ合衆国ユタ州マリー出身の元バスケットボール選手。NBA のサクラメント・キングスやインディアナ・ペーサーズなどで活躍した。ポジションは、センター、パワーフォワード。身長211センチメートル、体重126キログラム。カンザス大学卒業後、1997年の NBA ドラフトにて、 デトロイトピストンズから一巡目19位指名を受けて NBA 入りを果たしたがルーキーシーズンとなった1997から98シーズンは満足に出場機会を得られることなく33試合の出場で2.7得点2.2リバウンドの成績に止まったシーズン終了後トレードでアトランタホークスに移籍するも開幕後1試合も出場なく解雇された フリーエージェントとなったポラードは、サクラメント・キングスと契約した。キングスでは、ブラでデ,ディバッツや、クリス・ウェーバーのバックアップとして、チームに貢献する。移籍1年目の98から99シーズンは、故障により16試合のみの出場となったが、1999から2000シーズンからの3シーズンは、毎シーズン80試合近くに出場し、 当時リーグ屈指の強豪であったキングスを支えた。02から03シーズン、またも怪我に苦しんだポラードはこのシーズンを最後に、キングスを後にし、インディアナ・ペイサーズへトレードされた。ペイサーズでは3シーズンプレイ。ペイサーズもまた、イースタンカンファレンスを代表する強豪だったが、ここでも怪我に悩まされるポラードは、優勝の期待がかかった03から04シーズンのプレーオフ。 カンファレンスファイナルで全試合欠場し、チームはデトロイトピストンズの前に敗退した。05から06シーズン終了後、フリーエージェントとなったポラードはクリーブランドキャバリアーズと契約。このシーズン、キャバリアーズは念願の NBA ファイナルへと勝ち上がったが、この大舞台でポラードがコートに立てたのは1分にも満たず、チームは4戦全敗で敗退した。 07から08シーズン、ポラードは、ボストンセルティックスと契約。シーズン中は22試合の出場だけだったが、チームは、ケビン・ガーネット、ポール・ピアース、レイアレンを中心に躍進を遂げ、この年の NBA ファイナルを制覇。ポラードにとって、初めてのチャンピオンリングを獲得した。07から08シーズン後、現役を引退した。 故障に悩まされることが多い選手だが、地味ながらも機動力と体を張ったプレーで、チームに貢献でき、キングス在籍時には、キングス躍進の影の立役者とまで言われた。奇抜な髪型をすることで有名であり、その髪型も、毎シーズンのように変わるため、移籍した後彼の行方を見失うファンもいるほどである。キングス時代は、ちょんまげのような髪型をしていたため、チームメートからは、 サムライスコットと呼ばれていた。キャバリアーズ時代はハードモヒカンにしていた。ありがとうございます。